弁護士、紀藤正樹氏、62、が11日、自身の X、旧ツイッター、を更新。7日に投開票された東京都知事選で辞典だった前広島県秋田方市長の石丸慎司氏、41、のテレビ出演での発言について、試験を述べた。写真、都知事選、若者の支持を得て激しく追い上げた石丸慎司氏この日、石丸氏はテレビ朝日、ブッド。 モーニング、月曜から金曜前4、55に VTR 出演。同局の斎藤千春アナウンサーからインタビューを受けた。その際、7日に石丸氏がフジテレビ系、ミスター。サンデー、七夕決戦、都知事選 ST に生中継で出演し、元の木坂46の山崎玲奈とのやり取りに注目が集まっていることに言及。ネット上では石丸氏が山崎を、 ししたたなどとてて話題を集めていたこのやりとりについて、石丸氏は、質問されてきていつもの調子で返して、それがあまりにもひどかったという評価で、ご本人も、怖かった、みたいな感想を言われたらしいんですよ。そういう方に対してはちょっとかわいそうだったかな。真剣勝負で切ったら相手はしないも持ってなかったみたいなね。ただ、 あれはもう一回あの場にいても同じ風にやっちゃうんです。それは女、子供に容赦をするっていうのは優しさじゃないと思ってると説明した。さらに、もうちょっと優しく言ってあげればよかったのかな、頭をポンポンってやってあげる感じがよかった。それも失礼ですよね、やっぱり失礼じゃないですか。相手もプロとしてあの場にいらっしゃるんだったらと振り返った。この、女、子供に、 という発言が女性らを下に見ているとしてネット上で物議を醸した。紀藤氏も言いたいことはわかりますが、今の時代に女、子供という言葉はなかなか思いつかない言葉ですとチクリ。石丸氏は普段から使っている言葉なんでしょうかねと指摘した。